カード C、NTT カード C、NTT カード C とは NTT コミュニケーションズが行っていたクレジット通話サービスの相性及び同サービスで使用されていた専用オートダイヤルカードの名称である通話先限定機能などが付加された NTT カード C プラスもあったサービス開始当時屋外からの連絡手段にはもっぱら公衆電話が用いられていたが 使用には10円効果、1953年、昭和28年から100円効果、1973年、昭和48年からが必要であること、通話を継続するには適宜効果を継ぎ足さなければならず、また後病などのカウント表示がなかったため不意に通話が切れてしまうなど不便であった。これらの不便さを解消すると同時に、会社の社員外出時の通話料刑費生産の手間を、 省くという触れ込みで、1981年、昭和56年に、外出先での通話料を非即時課金とし、後日加入電話の料金と合算する付加サービス、クレジット通話サービスの提供が開始された。クレジット通話サービスを契約すると、NTT、現、NTT コミュニケーションズより、会員番号と設定用コードが送付される。設定用コードは、 暗証番号の設定、変更の場合のみに使用する。会員番号と設定用コードは変更できない。当初サービスは、106番でオペレーターを呼び出し、クレジット通話であること、さらに加入者電話番号、暗証番号、相手先、電話番号を告げて接続してもらう、市外局番プラス177の天気予報も、相手1000番号して、利用可能。 手動クレジット通話とこれらの番号をプッシュボタン式公衆電話からサービス番号121番に続けてダイヤルすることで交換機が相手先に接続する自動クレジット通話の2のサービスがあった。しかし手動式では割高な100番通話料金が適用され自動式はサービス番号加入者電話番号のちにセキュリティ向上のため ランダムな会員番号に変更に加え暗証番号、相手先の電話番号まで多くの番号をダイヤルしなければならず、しかも間違えたら一旦電話を切って最初からやり直さなければならないため不便であった。その後、1983年、昭和58年にテレホンカード式公衆電話が登場し、小銭を多く持たなければいけない問題は解決したものの、 残土数を気にする必要は残った。また、企業において、テレフォンカードの支給、管理に手間がかかることに変わりはなかった。そこで、オートダイヤル対応テレフォンカード公衆電話の普及を、見計らって、オートダイヤルカードの機能を使い、テレフォンカード対応公衆電話にこのカードを入れると、サービス番号と加入者電話番号、会員番号を、公衆電話機が自動でダイヤルし、 利用者は暗証番号と通話先、電話番号をダイヤルするだけで使用できるようにした。同時に、クレジット通話サービスの愛称として、カード C が合わせて用いられるようになった。公衆電話機に専用カードを挿入すると、度数表示はアナログ機が零0デジタル機は無表示となる。暗証番号を3回連続して間違えた場合は、 不正使用防止の観点から翌日まで一時使用停止となる。カード C のメリットは通話料金を後払いにできることである。カード C は基本的に10万円、月の範囲内で何時間でも通話できるが審査により利用限度額を10万円以上、最大100万円までに設定することも可能。また、一加入社会線に対し規定の範囲内で、 複数のカードを発行することができるため、主に企業で外出時の通話料金を一般電話料金と一括生産でき、生産や支給用テレホンカードの管理などの煩わしさから解放されるメリットもある。サービス開始後、長らく課金システムの制約から加入電話通話料金が適用されていたが、システムの対応ができた1996年、平成8年以降、 公衆電話通話料金が適用されている。専用カードの発行は、磁気カード型のみで、IC カード型は発行されなかったため、IC カード公衆電話では、自動ダイヤルによる利用はできなかった。NTT の分割化により、このサービスは、NTT コミュニケーションズ提供のサービスとなった。本サービスの利用は、NTT 東西の加入電話の利用者に限られるため、 自家集電話の加入者は本サービスを契約できない。NTT 東西の加入電話を解約、利用休止、または番号ポータビリティにより自家集電へ変更した場合、本サービスは自動的に解約となる。2009年、平成21年11月11日、携帯電話の普及などの理由から、新規申し込み受付終了とサービス終了の予定が、 発表された。2009年、平成21年12月28日に、新規申し込み受付を終え、2011年、平成23年3月31日にサービスを終了した。以上を合算し、NTT 東日本、NTT 西日本の請求書と合算して支払うか、NTT コミュニケーションズに直接支払う。なお、オプションサービスを使用した場合、 別途付加サービス利用料が必要であった。NCC のクレジット通話サービスは、携帯電話、PHS 宛ての発信ができない、NTT カード C では可能なものが一部制約される、部分も見られる。また、公衆電話から、KDDI カードを利用した場合は、オートダイヤル機能もなく、全国一律課金料金のため、長距離通話においては、通話料金が安いが、近距離通話は、 一般のテレホンカードを利用した場が安くなる。また、サービス番号に NCC の事業者識別番号を用いているため、KDDI-0055-0077 ソフトバンク -0088 ピンク電話ではテレホンカード対応機の新規払い出しが終了しているため、そもそもクレジットコールカードを挿入することができないものが多い。 一般的なダイヤル式ピンク電話の場合は10円を用意し、あらかじめ各電話会社より連絡されているクレジットコール番号を手入力上で利用することも可能である。その場合10円は課金されずに返却され手元に戻る。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。